こんにちは、水中ニーサモデルをやってますエミリンゴです。はじめまして。2018-19あたりのメインのモデルをやってもらってたやつですね、はい、うん、そうですね。これすごい泳げるね。そうなんですよ。意外とみんな泳げなさそうとか、あんまスポーツしてなさそうって言うんだけど、実は水泳選手だったっていうこともあって、たくさん泳げちゃいます。これ皆さん一見こう一枚撮りだと思ってやってるかと思うんですけど、実はこのポーズをしながらプールの底でこう一回転回ってるんですよね。くるくるでもないんだよね。ゆっくり回ってくれて、ゆっくりこう調節しながら、うん、ゆっくり回って古賀さんがそのベストショットを撮ったのを引っ張って抜いてね、組み合わせてるっていう作品なんですよ。組み立て直してるんですよね。そうなんですよ。機材をつけつつ同じポーズでこうくるくる回るっていうね。これはだからつまり脱ぎかけの状態で一周してるんですね。うん、そうですね。まあ、一番でもそうだな、モデルとして技術っていうのはそこまでそのずっと同じポーズをして回るっていうことは難しくないんですよ。ほう、水泳選手をやってたぐらいでは多分難しくないんですよね。ただどっちかっていうとこの髪の毛の揺れ具合とかっていうのはどうしても回転すると顔にかぶっちゃうね。そう、顔にかぶってっちゃったりとかズレがあるので、それをこう微調整しながらか、もしかしたらあんまり変わらないぐらいの速度で回るっていうのが多分ちょっと難しく感じた部分でしたね。これはこんな作品になるっていうのは全然思ってなくて、どっちかっていうとこのキューブの中に収まんなきゃ、そう、収まらなきゃいけない、もっとこう縮まってキューブに閉じ込められてるっていうイメージを持って撮った作品なんですけど、いざこうやって古賀さんが作品に仕上げた時に、あ、まさかこのフィンが出てるなんて、うん、すごく立体的になってて面白いなっていう。うちらが撮ってる時もね、こういう作品になるなんて想像もしないで撮ってるんで、そうね、うんうんうん、こうやって組み立てられてって初めて知るっていう楽しさがある作品です。これはなんかまあいろんなポーズも撮ってて、でもタコに絡め取られてってっていうのがあるんですけど、もともとちょっとモチーフってなったのがシマリスちゃんがこれこういうポーズで絡められてるっていうの、あの印象が一番私の中にあって、そもそも私が水中にそうやりたいって思ったきっかけの作品でもあったんですね。だからそれのこう愛くるしい表情だったりとか、こうつらいポーズっていうんですか、引っ張られるようなポーズっていうのをちょっと意識してやった中の一つ。まあ実際これはそんなに表情とかもないんですけど、まあ、たくさんあるよね。そう、他にもいっぱいたくさんあるんですよ。ただこれはね、こういう絡め取られてる風に後々からなってるんだなっていうのもまた気づいた作品です。はい、これは私の遊泳力が試された作品でございます。これですね、これは実はこの5メートルのプールをこう下に潜っては上に行って、下に潜っては上に行ってっていうのを繰り返しね撮ってた。そう、何テイクも撮ってて、特に意識するのはこうやってこうやってなってく段階を踏んでくっていうのはなんとなく聞いてたので、こう回転したりとかいろんな形になるように、あの、想像して潜ってたんですよね。そしたら酔っちゃったんだよね。それが記憶にある。そう、これを何テイクも撮ってて結構大変だったのは船酔いみたいになるという。ドリルは本当に私のなんか作品の中で代表作、結構
そうね、水中にそのモデルをやらせてもらってから一番の代表作になったんじゃないかなっていうような作品で、結構水中にそうって今まで可愛いとかその白っぽさ透明感とかのモデルをこう生かしてる部分があったのがいきなりメカっぽくなるっていう、かっこいいかっこいいやつになるっていう。でこれはもうポーズはこのドリルがこのプールの底を突き抜けるイメージで撮ってたよね。これはもう P だよ P。 これも見直すともう本当に恥ずかしいんですけど、とても美しいけどね。あ、そう、美しい2人のなんだろう芸術品になってる作品ではあると思うんですけど、私がシマリスちゃんをもう先輩のモデルさんとしても可愛いって思ってるし崇拝してるので、こんなねおこがましい接吻をさせてもらいまして、もう笑いながら、もうここにシマリスちゃんが来るともう笑いをこらえられなくなって、もう実は水中で大声出してたよね。大声出してたし、泡とかもブオーってブブブブってなってて、ちょっと慣れてきたところでうまく古賀さんが撮ってくれたっていう作品なんですよ。実は古賀さんが私をモデルにした小さいギャラリーを作ってくださいました。めっちゃ嬉しい、すっごい嬉しい。これ本当に私最初古賀さんから動画送られてきた時には CG かなって思ってたんです。コロナの時期だしみんながこうね来れない、会場に来れないっていう観点から CG とかで作って、なんかそれを動画とかで共有してるのかなって思ってたら、まさかのミニチュアだったっていう。まあバーチャルではない。バーチャルではなかったね。こうやって中をこう空間を撮ってた作品だっていうことを知ってびっくりしました。で何より嬉しいのがそれが私のモデルになった作品だっていう、こんな素敵なものを作ってくださってたっていうのが嬉しい。これもそのキューブでフィンがはみ出してたっていうことを延長線上にあってね、そう作品のね、だこれもまた新しい古賀さんの作品でもあって、うん、最近は結構大きい作品が多かったですよね、うん、だけど真逆を言ってて、なおかつそのキューブからちょっと飛び出したバージョンで進化してて、また古賀さんの新しい発想力がここに生かされてるんだなっていう作品だなと思いました。すごいんだよこれ、全部古賀さんが全部手作りで作った。で私がさっきびっくりしたのが、このライト照明見えるかな、照明までこれ光が本物でミニチュアで可愛いってなりました。ぜひよかったら会期中とか今後も、今後どっかでとか、ね、どっかでね展示する機会があったら見に来てください。もうどんどん古賀さんの想像が具現化されてってるなっていうのがまずすごいって思うとこで、本当は今までってこう平面的なものしかない状態で、私たち被写体もモデルもこういう風になるんだろうなって印象は平面だったんですよ。でも知らないうちに古賀さんはこういう立体的な特に動画だし、そういった作品を作り上げてることにビビりました。すごいの古賀さんの想像が。はい、以上です。